で実際に対象領域といたしましては東シナ海であったり東、黒潮と親潮のぶつかる領域、あとは、メキシコ湾領域、マルビナス領域やアガラスの半領域で、あとはカリフォルニアペルの海流をとっております。まあ、今回時間の制約上から1、2、3番を中心に、結果としては全部の領域の結果を出すんですけれども、議論といたしましては 1,2,3 番を中心に発表させていただきます。で、詳細な領域設定はこのようになっております。で、実際に結果に移っていくんですけれども、まず延直的にどのような高度で雲が発生しているのかっていうのを見たくて、領域といたしましてはこれ、一番左上から全球の分布で1番、2番、黒潮東シナ海領域、黒潮と親潮がぶつかる領域、メキシコ湾領域、マルビナス、アガラス、カリフォルニア、ペルーというふうになっております。で、実際の結果といたしましては特にこの 1,2,3 番の領域において季節変化が非常に大きい、北半球の夏の領域では高い高度のところに雲が多く発生しておりまして、逆に冬になると低層の雲が非常に発達しやすいということが分かりました。で、次に単層雲と多重雲というものの割合を出しているんですけれども、単層雲というものは、延直的に見たときに厚い雲でも薄い雲でも1つしか雲がなかった場合を単層雲、2つ以上あった場合を多重雲というふうにしております。実際に、結果となっているんですけれども、特に、すみません字が小さくて申し訳ないんですけれども、1番の領域の冬において、すみません青色が単層雲でオレンジ色が多重雲の割合になっております。で、1番や2番の領域の冬場においてシングルレイヤー単層雲の割合が非常に卓越している。で、それに比べてメキシコ湾領域ではそこまで、単層雲の割合は増えてはいない。で、先ほどの1番や2番の下層雲というものは特に単層雲が多かったというのが分かります。で、次に延直的に氷の流形の平均延直分布を書いております。で、領域は先ほどと同じように、1,2,3,4,5,6,7番というふうに、こちらが全球の分布ですね。で、結果といたしましては特に冬場 1,2,3 番の領域の冬場の下層で、氷の流形っていうのも非常に大きくなっている。で、特に2番や3番、黒潮親潮のぶつかる領域であったりメキシコ湾領域っていうのは 2,000m より下の領域に極大期を迎えていて、特に下層で雲、氷の粒子の大きさっていうのも成長しているということで、私といたしましては北半球の冬季の下層雲というのに、において非常に氷雲というのにも影響を与えているんじゃないかというので、最後の解析といたしまして雲頂高度が4キロより下の雲に着目して解析を行ってみました。実際に解析結果に移るんですけれども、上の方が全球の分布、下の方が黒潮、東シナ海域ですね。で、左の図から横軸に氷の流形、縦軸に氷の風密度で、真ん中の図が横軸に氷水量、縦軸に氷の風密度で、最後右の図が横軸に氷の水の量、縦軸に氷の流形というものを取っております。で、結果といたしましては、特に右の図が分かりやすいと思うんですけれども、氷の流形自体が非常に大きくなっている傾向が出てきていて、で、風密度自体は減ってきているということでして、それはなんでそういうふうになっているのかというと、水雲だと特に言われているんですけれども、併合過程が活性化すると、このように流形が大きくなって風密度が減るということはよく言われているんですけれども、この東シナ海の氷雲においてもそのような併合過程が卓越することによってこのように流形が大きくなって風密度自体は減っているのではないか。で、他の領域についても結果を、出しておりまして、一番上が先ほどの東シナ海ですね。で、真ん中が黒潮と親潮の属流域上で、一番下がメキシコ湾流域というふうになっているんですけれども、これも一番右の図が分かりやすいと思うんですけれども、特に黒潮親潮の属流域上、メキシコ湾流域上というのに、流形、氷流形の成長というのが見られまして、で、それに伴うというよりも流形も大きくなっているんですけれども、氷水量自体も、多くなっている傾向が見られました。で、本研究のまとめといたしましては、北半球暖流域上の特に下層雲において氷雲の物理量の変化というのが見られました。で、フューチャーワークといたしましては、結局これが何で起こっているのかというのの原因をまだ特定できていませんので、それ
こういう物理量の変化っていうのが、まあ、仮想、まあ、上昇流の影響なのかであったり、水蒸気量を供給しているからだったりとか、そこら辺の原因の追求っていうのを、まあ、モデル、シミュレーションモデルなどを用いまして解明していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問ご意見ありましたらお願いします。あ、どうぞ。吉田さん、今回は基本領域平均の図を出してもらったと思うんですけども、はい、その暖流の本当に直上みたいなところにそういう雲が集まっているのかどうかという話はどうでしょう。暖流の直上に雲が集まっているかどうかということですよね。すみません、別の図を用意しているんですけれども、これはメキシコ湾流域上の、低い4キロ以下の高度の雲雲頂分布を書いているんですけれども、ちょっと 見づらくて申し訳ないんですけれども、暖流域上で雲頂高度が少し上がっていて、それを超えます と SST のグラディエントが強い領域を超えますと少し高度が下がる傾向があるっていう、まあ、先行研究と同じような結果が出ておりまして、同様に黒潮と親潮の属流域上でも、雲頂高度が少し上がっていて、それを超えると下がっているっていう傾向が見られています。はい、どうですかね、ちょっと途中見づらかったような気がしますけど、大丈夫ですか。だから領域平均は基本的に暖流側の特徴を捉えていると考えて、同じ領域でも暖流じゃないところを取ると他の全球平均に近いという傾向があるという、はい、そうですね、まだ、まだ現在は領域平均で取っているんですけれども、今後はその領域として強い部分と弱い部分を分けまして解析を行っていこうかなというふうに思っています。ありがとうございます。他にございますか。あ、はい、橋野です。雲物理的なことをちょっと聞きたいんですけども、はい、4キロ以下っていうことですけども、はい、雲頂何度ぐらい分かりますか。あ、すいません、温度の方は出してはいないんですけれども、まあ、氷雲になっている時点で、まあ、0度よりは低い領域にはなっているはずです。私の、まあ、同じデータセットを使わせていただいているので、はい、中緯度の雲を見ているんですけども、はい、雲頂が大体マイナス20度ぐらいなので、はい、まあ、下冷却の水滴がある場合に、氷の発達が、まあ、マイナス10度、マイナス15度ぐらいを通るので、成長がすごく早くなるんだと思うんですけども、はい、そういうのがあるので、はい、同じようなケースなのかなと。まあ、その辺も見ていただけると、はい、よろしいかと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、藤上さんお願いします。はい、アナウンスで落とし物が、バスケース村上様、4F407 事務局までおいでくださいというアナウンスが入っております。心当たりの方はお願いします。はい、藤上さんお願いします。ダメ元でこのスペシャルセッションに申し込んだところは採用してくださいましてありがとうございました。このような題で発表させていただきます。で、まあ、日本でこう極端な降水が、まあ、最近増えているということは知られていまして、まあ、この図は10分間降水量とか、それから1時間降水量の局地を見ると、まあ、特に80年代から増えているんですね。で、その80年代からというのは気温の上昇が目立った時期とこう一致しております。で、まあ、ただこういうのって今までは全国平均あるいは年平均のデータだったので、まあ、今回はそのアメダスのこうデータを使うことによって、地域的あるいは季節的な変化をそのもっと細かく見てみようというのが一つの目的です。まあ、そこでこの35年間の、まあ、ほぼ連続的なデータのあった983地点のデータを使っております。であともう一つは今まで の話というのはこの長期的な高度変動をパッとこう見ていくわけですが、こう年々の変動かなりあるので、その年々の変動のレベルにおける気温、それからあとは海水温との SST との関係も見てみましょうということを、まあ、今回してみました。で、まあ、データこの極端な降水の指標もいろいろありますけれども、まあ、基本的にどれ使ってもそんなに結果変わりませんので、ここではその年間の各地点の1位の値ですね、1時間降水量の1の値と、それから
から、まあ、95% ある木をお見せします。まあ、解析では総降水量とか降水強度もやりましたけど、今回は示さないことにします。あとは、気温データと SST については気象庁の方で収録したデータを使っております。で、SST の方は3ヶ月平均という形なので、まあ、気温とか降水もそれ3ヶ月平均で示しています。ということなんですが、実はこの本当は気温と SST の影響を分離したかったんですが、後でも言いますけど、それはうまくいきませんでした。で、まあ、長期変動をまずこう見ていきますと、降水の、ね、最大値も、それから 95% ある値も、まあこれはまず全国平均の年の値ですが、こう増加してて、で、まあ、気温と SST もまあ上昇しているということです。それで、まあ、これは全国の年の値なんですけど、それぞれ のこれも全国の値ですが、上昇率をこう月別に評価してみるとこのようになって、こうゼロから上がまあ増加ということなんですが、まあ、大体ほぼ全ての季節に上昇率がプラスになります。で、統計的に有利なのは夏だけなんですけども、まあ、そこのシグナルとしてはほぼ年間を通じてプラスのように思います。気温と SST も当然というか、まあ、増加傾向があって、まあ、この35年間で見ると夏から秋の初めにかけての方が上昇率が大きくなる。で、地域ごとにこの PMAX ですね、年最大値の上昇率を増加率を見ると、まあ、ここでもやはりほぼ全ての地域の各、季節に、まあ、一部例がありますけど、こう増加傾向があるということで、まあ、この強い降水の増加傾向というのは、まあ、多くの地域と季節に共通して見られるものであって、まあ、したがって、まあ、普遍的な要因が変わっているのではないかというふうに考えられます。で、今度はその年々の変動を見たいんですけど、これ先ほどの図なんですが、こう線引いてみると分かるんですが、この、極地の値が大きい年というのは、気温とか SST が高い年なんですね。それで、この、一時トレンドからの差を同士を散布図にしたのがこれですが、縦軸が、年降水量の極、1時間降水量の年極で、横軸が気温の変化ですけど、0.6 前後の、相関がありまして、まあ、気温あるいは SST の高い年に強い降水が起こりやすい傾向があります。で、正直これだけ強い相関が出たというのは驚きでした。で、この気温1度あたり、あるいは SST1 度あたりの増加率というのが大体まあ 9% とか 13% とかで、これ、まあ、気温が上昇すると飽和水蒸気量が増えるんですが、その増加率が 6から7% ですので、まあ、それより、まあ、若干多めなぐらい、ただしばらつきが大きいので何とも言えないということがあります。それで、まあ、この相関を、これはまた、これはまあ全国平均で月別に評価したものなんですけど、まあ、一部まあ優位じゃないところはありますけれども、基本的にまあ、多くの季節で、相関がプラスになっているので、これ特定 の季節だけのものではどうもなさそうな感じです。SST との相関でも同様です。で、これは、地域別にかつ月別にその相関を求めたものです。気温に対する相関と SST の相関を重ねて書いたんですけど、まあ、先ほど申し上げたように北日本、東日本ではほぼ年間を通じてプラスになっています。で、ただしこの西日本と南西諸島の夏に関しては、相関がマイナスになっていて、気温が低い年の方が、強い降水が起こるという傾向があります。で、これはどういうことかというと、おそらくその西日本と南西諸島で気温の高い夏というのは晴れの日がずっとこう続くので、降水の機会そのものが少ないということで、このようなマイナスの相関が出てくるのではないかと思います。で、まあ、本当を言うと先ほどちょっと触れましたけど、気温の対する相関と SST に対する、まあ、気温とこう分離したかったんですが、この気温と SST 自体はすごく相関が高い 0.8 ぐらいあるものですから、まあ、変装感やってみたけどうまくいきませんでしたということで、それはこれからの課題ということにしたいと思います。ということで結果を求めますと、このようになっております。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。時間をたくさん残していただきました。ご質問、ご意見ありましたらお願いします。はい、はい、浜井さんです。すいません、30
10年程度の、長期トレンドを調べられていたと思うんですけれども、広域の、数十年程度の変動であれば、例えば太平洋のディケイダルな振動であるとか、あるいは熱帯太平洋のエルニーニョ・ラニーニャのような変動の影響というものが少なからず、出てくるんじゃないかと思うんですけど、そういったことは検討はされているんですか？PDO インデックスと、それから2のインデックスの相関を調べましたところ、2のの方は相関なかったで、PDO インデックスとは特に夏から秋にかけてはある程度の相関はあります。ただそれはおそらく PDO 自体が SST の変動と連動しているからで、先ほど の気温や SST そのものに対する相関よりは弱い相関でした。ありがとうございます。はい、次渡辺さんお願いします。次をねっていう人手を挙げておいてください。さっきから言ってましたけど、1ケルビンあたりの、パーセントっていうのは極地ですから、クラジスクラフェニオの上行っても、おかしくないかもしれないんですが、平均降水量は、水蒸気の増加率は超えないはずですよね。で、平均降水量と、極地の関係とかって、平均降水量を間に挟んだ方が、理解が簡単になることはないでしょうか？平均降水量はこれやってみたんですが、極地に比べるとかなり相関弱かったんですね。で、特に極地と違って北日本東日本でも夏はマイナスになります。でそれはやはり気温が高い方が気温が高い夏は雨があまり降らないという、相関的な要因が効いてきて、で実はそもそもそのこれやるときにおそらくその年とか季節のレベルだとそういう相関的な要因の方が卓越しちゃって、ほとんどこの水温とか気温のシグナル出ないんじゃないかと思ってたら、出てきてびっくりというのが正直なところです。ちょっと降水の確率分布自体が実は結構なんかぐにゃぐにゃ変わっていて、単純にあるガンマ分布みたいなのが、こう大きい方に広がったというふうに考えてちゃいけないということですか？そういうことになるですよね、と思います。はい、ありがとうございました。これもすごい結びつけやすいテーマがいっぱいあったと思いますけど、続いて、次がもう一件目の、招待公演の山下さん、福岡の公演についてですけども、こちらも12分になります。今まで藤部さんのも正原さんのも山下さんのもなんかこの松野さんも思うんですけど、この4つだけでもかなり結びつけるところがかなりあるような気がしますけれども、その辺ご自身にとってはどういうところが面白いかっていうところをぜひお考えいただければと思います。では山下さんお願いします。はい、福岡管区気象台の山下です。昨年4月ですね、四国高松から福岡の方に赴任しまして2年目といった形で、私は大雨の常習地帯ですね、渡り歩いているといったところです。招待公演ということで、福岡県にあった実際の大雨事例をですね、紹介したいと思います。内容については研究というよりも現業予防現場ではどのように判断しているかといった紹介になると思います。本日の内容はこのような内容で進めていきます。2013年7月の3日ですね、昼前から夕方にかけまして、梅雨前線がちょうど朝鮮半島の南岸に停滞している状況下で、対馬海峡にある雨雲が発達しながら南下して福岡県を通過していきました。この雨雲の通過により、八幡では1時間73ミリ、黒木で1時間 79.5 ミリの非常に激しい雨が降ったと。最近、80ミリ以上のですね、猛烈な雨が降ってるから70、80近いというのはそう多くないと思われますけども、実はアメダスの観測史上でいくと八幡ではこれはもう1位、黒木では第3位といった値をこう観測したといったところです。その時気象台ではですね、大雨警報、竜巻注意情報を発表して対応してしましたが、残念ながら床上、床下の被害が発生しております。この雨の原因について、調査したいと思います。示しているこの図はですね、朝7月3日の12時現在の衛星の赤外画像と地上とレーダーを重ねたものです。前線が
対馬海峡、朝鮮半島、日本海に停滞している中、発達したエコーが南下してきていると。で、この左の図はですね、3時間の降水量の分布図です。3時間で見るとですね、まあ、解析雨量でも120から130という形で、そう多くはないんですけども、短時間に70から80ミリ近い非常に激しい雨を降ったと、というところが特徴です。で、相関場と大雨の状況です。上が地上天気図、7月3日、9時と12時。梅雨前線の位置を見るとですね、ほとんど位置は変化してないといったところです。で、南海上から暖湿気がこの前線に向かって入りやすい場ということになっています。下の図は9時の解析量と13時の解析量を示したものです。相関スケールの前線は赤でやってますけども、前線位置はほとんど変わらない。なのに、暖気内での雨雲が南下して九州北部で大雨になったか、なぜなったのかというところがターゲットになります。この図は13時の海水区量1時間値で、いったん八幡のほうとかですね、70から80ミリのオーダーでなってたといったところです。で、その時に気象台ではどのような予測をしたといった形で、これは3日の日勤帯、つまり夜勤者から日勤者にどのような引き継ぎをしたかといったところで、これは2日の1日 UTC の GSM を初期値とした9時の予想と夜の21時の予想と、上が500の渦とコードバで、下が地上といった形で、まあ、着目されるのは中国東北にですね、寒冷渦がありまして、それを回り込むような形で5820系の生物体、これが次第に南下していく、通過するといったところ。で、地上の降水量の予想とか見るとですね、地上の前線に対応するところでは強い降水量を予測し、まあ、暖気内でも出てますけども、それほど強いものは予測していなかったといったところで、梅雨前線は基本的には南岸に停滞し、九州北部の方は暖気内にの減少だということで、この時の見積もりはですね、まあ、30から40ミリ程度の雨をまあ予想してたといったところです。で、あともう一つ着目されるのが、まあ、下層視野が形成されることによって、梅雨期の大雨というのはあるんですけども、この左の図は GSM の850の3日の9時の予想なんですけども、これ見ると西風が推奨してまして、九州付近では視野、明瞭な視野は形成されてなかったと。ただ2日のですね、15UTC のこの MSM のモデル、500メートルの水蒸気フラックスと、まあ、風の方を見るとですね、明瞭な南西と西の視野が九州の西海上で形成され、その前面にですね、暖湿気が入っているといったところが予想されています。これが一つマークすべき点だと思います。で、次に衛星画像とエマグラムの方を見ていきますと、衛星画像が2日の9時から14時までの段階です。中国と北に、まあ、寒冷渦がありまして、それを南側にですね、暗域がこう入り込んでいるということがよくわかります。その暗域の境界付近にあたる黄海から朝鮮半島南部では複数の CB のクラスターが湧いているというところが分かります。この星住所とかちょうど福岡に位置するところなんですけども、着目されるのはこのピンクで囲ったですね、 CB のクラスターが次第にこう差がエリアを拡大しながら九州北部に近づいているといったところです。で、7月3日のですね、福岡はご承知のように高層観測してますので、その時のオインエマグラムです。 LFC が850ヘクトパスカル、 EL が350ヘクトパスカルといった形で、まあ、地上の空気階が850まで、上昇すれば、もう渋滞高度で350まで上がるといった清掃状態になっておりました。次に、その当日のですね、9時から12時までの気象のレーダーとウィンドプロファイラーの1281メートルの風を示したものです。九州の方では平戸とか、まあ、大分、複数のこのプロファイラーのデータがあります。それを見ることによってですね、ちょっと監視していくといった形で、このピンクの矢印が風向を表しています。時間としては9時から12時までのステージといった形で、ちょうど現象が福岡にかかる前のステージです。9時の段階で対馬海峡にはですね、梅雨前線による雨雲、ちょっとこれは
梅雨前線の雨雲というのは朝鮮半島からちょっとこう朝鮮、対馬海峡の北側に伸びてたんですけども、それとは別の雨雲がこの A という、雨雲がですね発生したといった数字で、で10時になりますとこの A はですね対馬海峡西海上で北東から南西走行を持ったライン上となっています。でそれとは別にですね前面に五島列島から福岡の沿岸にかけて北東から南西走行を持つ別のライン上のエコー、まあ、B としますけど B が発生したといったステージになっています。11時になりますとちょうどあの伊豆原の方を通過していっていると A がですね通過していっているといった形で、プロファイラーデータを見ると南西前面の視野の前面の南西風と後面の西風が明瞭化して視野が明瞭になっていると。で B のライン上のエコーとはエコーの動きを見ると A と比較すると異なり、まあ、ゆっくりとはした速度で投信していたといった形です。で12時のステージになりますと A が南投信し福岡長崎の沿岸部にかかるとともに B に合流したといったところで、この時点で、合流して、まあ、C となって、南投信しているといったステージです。でちょっと B のですねライン上のエコーについて10時40分から11時10分までのものを並べていきますと、はじめこの五島列島付近で発生しそれで整数を繰り返しながらですね、ライン上になりながら同じ走行を保ちながら移動していっているということが分かります。で日勤者の当日その時どう考えたかといったところなんですけども、対馬海峡からライン上で、まあ、エコーは南下してきていると、プロファイラーでも西から南西の視野が明瞭となっていると、ただエコーの動きが結構早いというところで実際にこの伊豆原対馬海峡対馬を抜けた時にはですね、30から40ミリ程度と、まあ、これはもう想定内の雨量だというふうに判断しております。で、まあ、B とですね合流したとしても動きが早いために、まあ、注意報クラスだという認識しています。これちょっと、12時現在のですね統合雨量1時間値なんですけども、ちょうどエコーが通過した域の方では、まあ、30ミリ前後といったオーダーでほぼ想定内だという現象と考えています。で実際この現象がピークを迎えたのが12時から13時の段階なんですけども、この A と B が重なり C となった段階で急速に発達したといった形で、この左の図が13時現在の投稿量なんですけども70ミリを超える非常に激しい雨、またレーダーの降水強度10分見ましてもですねエコーが急速にもう発達したといったステージになっています。その後のエコーの動向なんですけども、 C のエコーは南東進強まり南下しながら大分元までだといった状況です。で、大雨のメカニズムについて見ていきますと、水蒸気フラックスと皮質について見ますと、その時間帯ですね、やはり九州の西海、ちょっと12日の時点を見ますと、九州の西海上から強いものが入っているといったところです。あと900ヘクトパスカルの風と断面見ますと、まあ、最初朝の6時の段階ではチェジュ島最終島付近にあった視野がありそれが次第に静止していっていると。で特にこの12時の段階でですね、視野の前面に高層灯影が入り込んでいるといった状況が分かります。で現象の収束としてはこの視野が抜けることによって終わったといったところです。で過去の知見がないかということなんですけども、ちょっと調べてみるとやはりこれは850の外院と風を重ねたものですけども、やはり次の梅雨時期にですね、南西と西風の視野が形成された時には多めになるということが分かっております。でもし警報解除というかタイミングとしてどうすればいいかなんですけども、やはり正直言って、実況監視、まあ、10分値データというのがありますから、それとレーダーのエコー調強度とかそういうものが参考になるのではないかということで、リードタイムを確保するために、まあ、苦労しているといったところです。あとは下降水量とこの分布ですけども、ピーク時には強かったといったところの図です。あとまとめとしては
環境場が整ってたといったところと、まあ、着目点としては水蒸気フラックスの増大、まあ、高層灯油の流入ということです。以上です。ありがとうございます。質問ご意見ありましたらお願いします。非常に他にも類似例がありそうな感じの、どうぞお願いします。予報現場では東シナ海の水温などがどの程度見ておられるんでしょうか。豪雨に関して、予報に関して。そうですね、正直言って水温を見てるのはですね、冬の観光期の雪の予測の時に水温差と気温っていうのはよく見ております。ただ豪雨の時に見てるといえばよく見てるのはですね、台風が来た時にこの発達するか衰弱するかの時に判断してますけども、ある程度見てますけど、この豪雨とすぐ結びつけてっていう利用はしてないですね、実際のところ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その辺、総合討論でもなんか話題になりそうな気がします。じゃあ続きまして、3年になってますので、ありがとうございました。続きまして佐藤さん、お願いします。ありがとうございます。弘前大学の佐藤と申します。今回はこのようなタイトルで発表を行います。こちら背景の写真なんですが、今年の5月に観測された東シナ海での海霧の様子になります。ちょっと見づらいかもしれないんですが、この辺はぼやけていて霧が発生していることがわかります。で、時間が短いので先にちょっと結果をお示ししておきます。2013年は黒潮付近で前線に伴う霧を観測しました。2014年はまだ解析途中なんですが、黒潮付近での地表付近の浅い霧、外側のところ分かっております。で、今回は東シナ海大気海洋総合作用調査プロジェクトマンナ2013-14 年の観測で得られた霧についてのご紹介になります。こちらは MGDSST に各都市2013-14年観測地点をプロットしております。このような日程で1時間間隔で分量を上げております。どちらの都市も SST の勾配の強い黒潮フロントを通過する横断する形の観測になります。で、まず2013年について簡単に気象概況を紹介します。5月29日に霧が観測されまして、地表付近では降水がなく曇りでした。11時ごろに比較的濃い霧が見られ、消滅したごろが目視ですが14時ごろとされています。で、このように気象庁の地上天気図からも分かる通り、東シナ海上に海上濃霧警報が発令されておりました。で、ちょうどこの水色のラインのあたりで観測を行っております。で、こちらは観測地点をプロットした先ほどのものと同様のもの で、こちらは船舶データによるもので、10メートルの相対湿度になります。で、5月29日観測期間はずっと 85% 以上で高い数値を示していました。で、この黒く囲っているところで比較的濃い霧が見られておりました。で、消滅がこの辺り14時あたりになります。で、濃い霧が見られていた代表的な時間として日本時間の9時半で、気温、露天温度で、こちらで気温露天差を変色プロファイルになります。で、このように逆転層が見られております。で、逆転層はアンテナ生存のため対流が抑制され、下の層に水蒸気が対流されます。で、特にこの下層の方で気温の点差が低いところがありまして、ここが霧の層ではないかと考えられます。で、霧と SST の関連について見ていきます。じゃあ上の方が透過式水深水温計での XBT で測られた水温になります。下の方が船舶データによる気温と SST になります。
このように霧の濃かった時間帯というのは比較的 SST の低い状態があり、まあ、気温の方がやや高い状態にありました。で、13時あたりでこの SST がの勾配が強いところがありまして、この SST フロントを通過し、しばらくは霧が持続していたんですが、14時ごろに霧が消滅しています。で、このように見ていただくと低 SST と霧の濃い時間帯が一致しております。で、風との関連についても見ていきます。とじゃあ下の方が船舶データによる風向と風速になります。見ていただく と他の時間帯に比べると比較的に霧が濃かった時間帯というのは風速が小さかったことが分かります。で、もう一つ注目していただきたいのが、この15時あたりで風向が急激に時計回りに変化しております。フロントをまたぐ際に急激に風向が変化することが考えられますので、それについて詳細に見ていきます。こちら MSM による相当音の図になります。黒いところがその観測地点になります。ここで相当音の水平勾配が強いところがありまして、また音位で勾配、延直断面を見てみますと、このように勾配が強くなっておりますので、天気図で解析されていなかった前線が存在した可能性が示唆されます。で、またさらにその前線について見ていくんですが、こちらがゾンデで観測されたゾンデの観測から得られた延直時間の音位の断面図になります。で、このように前線面解析されまして、ちょうどこの辺りで風向が急激に変化していたため、ここで前線を通過したものと考えられます。で、今回見られた霧はこの時間帯なんですが、前線面の下の冷気層で観測されました。で、前線に伴う霧の概念図、こちらに示しています。で、前線霧は冷気層内の現象でありまして、前線が地表面に達すると霧は消滅します。で、今回の事例に関しましては、黒潮フロント側の冷水側、北側で比較的濃い霧が見られ、フロント通過の際はまだ霧が発生しておりまして、徐々に薄まって暖水域に入って消滅しております。なので、このようにこの辺りで解析されていなかった前線が存在し、黒潮の辺りで霧が見られておりました。で、次に2014年について紹介いたします。2014年は5月27日の9時頃は晴れだったんですが、以降は曇りで、地表付近での降水はありませんでした。濃い霧の時間帯というのは地表付近西寄りの風が卓越しておりました。こちらもこのように東シナ海上に海上濃霧警報が発令されていまして、南側、観測地点の南側には梅雨前線が存在しました。で、こちら見ていただきますと、ここに地表付近、かなり浅いところで顕著な逆転層が見られておりまして、その下あたりで湿度が相対的に高くなっております。で、ここで特に濃い霧が見られておりまして、船舶データによる気温と SST を見ていただくと、このように差が非常にありまして、 SST もかなり低い状態にあります。で、この11時過ぎ半あたりで急激に SST が上昇しておりまして、ここで SST フロントを通過し、黒潮の断水域に入って、ここで霧が一旦薄まるんですが、また SST の低いところに入りまして、その時にまた濃い霧が見られております。で、この濃かった代表的な時間の気温、露天温度、延直プロファイルなのですが、逆転層が見られ、非常に低いところに気温の点差の小さいところがあります。なので、この地表付近での浅い霧を2014年は見ていたものと考えられます。で、時間になりましたので、以上まとめになります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご質問ご意見ありましたらお願いします。いかがですか、マンダープロジェクトに参加された方とか、自分の見た印象とどう違うかとか何かあれば教えてください。目視での話をどう合致するような結果だと思いますか。はい、目視でも見てる
わけですね、はい、乗船してて、はい、でその300メートルぐらいまでの、はい、キリアルっていうのは目視でも確認できるような、はい、そのデータ上だけじゃ。2013年の時は私はこの期間は参加していなくて2014年だけなんですけども、2014年は結果と目視があってたかなと思います。写真とかでも観測に参加してなかった時間帯も見てるんですが、一応データと合ってるかなとは思います。はい、ありがとうございます。まだありますか。はい、まだあります。いかがでしょうか。属流の方は結構キリンもやってたと思うんですけど、宮本さんとかいらっしゃいますか。はい、じゃ あ,、まあのまた引き続きつながるところがあればそことお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次平田さんですね。今までの6件でも結びつけると発展性がありそうな話っていうのは非常にたくさんあったと思うんですけども、その点総合討論でぜひお考えいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ平田さんお願いします。こんにちは。皆さん福岡へようこそ。経団の平田です。今日ちょっと最初から滑りましたけど。いいよいいよ。今日はですね、この黒潮づくり流域から蒸発した水蒸気が南岸低気圧の急発達にどのように影響を与えるのか、そのプロセスを示していきたいと思います。よろしくお願いします。はじめに温帯低気圧の急発達には水蒸気の効果が重要だということが多くの研究で言われております。また黒潮属流域から蒸発した水蒸気が低気圧の発達へ影響を与えるということも指摘されております。まあ、つまり先行研究からこのような関係があることが示唆されております。しかしながらこの間をつなぐ詳細なプロセスというのは未だ未解明なことが多いです。その一つの理由として観測の制約もあり、低気圧中心近傍の詳細な構造が分かっていないということがあると考えられます。このようなモチベーションから私は高解像度の非生理気学大気海洋波浪結合モデルクレスノーズのシミュレーション結果を詳細に解析することでこのプロセスを明らかにしていくということです。で今回対象とした事例は2013年1月中旬に関東沖で急発達した南岸低気圧です。で使用したモデルは先ほどもちょっと紹介しましたが、明大が開発を進めているクレスとジャームステックの愛知さんが、開発を進めている、非生理気学海洋モデルノースとハローモデルの3つを結合しているモデルです。で水平解像度は 0.05 です。で再現性はおおむね良好であります。でここからこの結果を見ていきたいと思いますが、今日は時間がないので急発達した時刻に焦点を当てて結果を示しています。でまずこちらの図に注目していただきたいんですが、ご覧のように、この低気圧急発達時には上層上乱の接近と南方からの水蒸気輸送が見られますので、まあ、この2つの効果がまずこの低気圧の急発達へ影響を与えたことが考えられます。でまたこちらの図に次は注目していただきたいんですが、こちらは陰影で海面からの旋熱フラックスを示していますが、このように低気圧急発達時には、暖流域から多量の水蒸気供給が生じていることが分かります。私はこちらに今興味があるので、ここからはこの効果がこの低気圧の急発達にどのように影響を与えたのかということを見ていきたいと思います。でこの暖流からの水蒸気がどのように低気圧に入ってくるかということを調べるために、低気圧中心付近の構造をまず整理したいと思います。こちらの図は低気圧が急発達した時の対流圏下層の左が水平温位勾配で、右側が水平風の収束を示しております。ご覧のようにこの時後屈前線ですね、ここら辺と T ボン型の前線構造が非常に明瞭であります。これはいわゆるシャピロ計算モデルの発達期の構造に非常に類似しております。でこの構造を頭に入れて
先ほどの海面からの線でスラックスの分布を改めて見直すと、この下層の収束域付近で大量にこう水蒸気が出ていることが分かります。なのでこれから暖流域から蒸発した水蒸気が下層の前線域で収束して線熱解放を介して低気圧の発達に影響を与えていることが考えられるわけです。実際に低気圧中心付近、この青の四角のところですが、の非断熱加熱の分布を見てみますと、この下層収束域に対応して非断熱加熱が生じています。でもう一つ面白いのが、この西側と東側で局所的に加熱が強まっている、これがちょっと次にで実際にこの加熱域の、空気階がどこから来ているのか、まあ、水蒸気が黒潮から本当に来ているのかということを調べるために後方流積線解析を行いました。支点の位置は2500m の、Q1 の大きな領域に置きました。まあ、2500というのはこの北部前線の西側の加熱のピーク高度に対応しております。でその結果がこちらになります。線で、流積線を書いていて、色は、各、空気粒子の高度に対応しております。でこれを 見ますとですね、2つの卓越した経路があるのが分かります。1つは、この低気圧の前面の温暖前線付近の加熱域にはウォームコンベアベルト WCB に伴う、高屈前線の西側の加熱域にはいわゆる CCB、ホールドコンベアベルトに伴うこういう、空気階の流域経路が 見られます。それぞれの、コンベアベルトの空気階が暖流からどのような影響を受けているのかを見ていくために、各コンベアベルトを通った空気階の代表点代表をこう持ってきて、その粒子の変動を詳細に見ていきました。でこちらが CCB と関連する空気階の物理量の変動で、こちらが WCB と空気階の変動です。でこのアルファベットはこの上に対応しております。で上の図は高度の時間変化、下の図は水色が水蒸気混合比の時間変化、赤の線が温度の時間変化、陰影が空気階直下の線熱ラックスの時間経過を示しております。 CCB と関連する空気階の変動をまず見ていきますが、ご覧のように、黒潮属流域がこう線熱供給が生じますと、空気階がどんどん湿潤化していって水蒸気量が増えていきます。で、ベントワークフロント付近で収束して強制上昇が生じると、それに伴って水蒸気量の減少、つまり水蒸気の凝結が生じております。でそれに伴って温位の急激な上昇、つまり線熱加熱が生じていることが分かります。一方で WCB と関連する空気階は亜熱帯付近でほとんど湿潤化して飽和していまして、中緯度海洋からの影響はほとんどないです。最後に、まとめますが、つまり、暖流からの影響は CCB に伴う空気階が強く受けます。で暖流からこう CCB の空気階にこう来た水蒸気はさらに CCB によって低気圧の西側のベントバックフロントに運ばれます。でそこで加熱を生成して低気圧の急発達に影響を与えていることが考えられるわけです。でこれらの結果からこのようなフィードバック過程が考えられるということです。で今一般化可能か他の爆弾低気圧の事例についても、調査中です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。非常に派手な結果だと思うんですけど、はい、ご意見ご質問いかがでしょうか。はい、吉田さんお願いします。次の人って手を挙げてください。CCB、まあ、水蒸気が供給されてそれを凝結しているって分かったんですけど、それが定量的にどのくらいその低気圧の発達に効いているのか。いやそこは非常に自分も興味が持っているところで、今後の課題でもあるんですが、まあ、今考えているのは PV インバージョンを使って、まあ、その加熱によってできた PV と、まあ、上層の、強制いろいろちょっと分けて定量的にやっていきたいなと思っているところです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ。とても興味深く聞かせていただいたんですが、CCB と WCB がもうその経路は関係するんじゃないかと思ったんですけど、CCB の方に水温が効くって言いましたけど、その後方流積線は黒潮属流域の近くを通ってきているんです。
ますが、WCB の方はあまり黒潮と関係ないということを言っているので、例えば低気圧が発達した風がもっと西日本であれば、逆に今度は WCB の方に黒潮が影響するというようなことは考えられないでしょう。ですね、まず押さえておきたい部分は、WCB と CCB の空気階の特徴がまず違いということで、CCB は、この模式図でも分かるんですけど、前線の北にあるので、前線は暖かい空気、湿潤な空気と冷たい乾燥した空気の境目でありますので、CCB は乾燥している特徴があるので、それが黒潮と重なったときに、バルク式の、あそこですね、水蒸気差が大きくなるので、非常にこう水蒸気が出るわけです。で、WCB の方は湿潤化しておりますので、その差が小さいので、その潜熱ラックスがそもそもその出にくい状態になっているということがあります。はい、ありがとうございます。増永さんの話とつながりそうな感じですよね。非常に総合との楽しみです。じゃあ最後に、ありがとうございました。じゃあ最後に、加藤さんのつまきの発表で終わりましたら総合との取り組みになります。8K、全部で 8K になりますけれども、結びつけたらどの発表とどの発表が発展の間に発展性がありそうかということをぜひお考えください。じゃあ加藤さん、よろしくお願いします。気象研の加藤です。今回は筑波竜巻をもたらしたその要因となった下層水蒸気がどこから来たか、さらにその、途中にある黒潮の影響はどの程度あったかというようなお話をしていきたいと思います。まず最初に結果から示します。でまず数シミュレーションをやって5キロの結果から調査して、その、数パーセントの要因だった下層の湿潤の空気の形成を調査しました。で高知の、西部の南海上から、東海沖にこう達するまでに、高度500メートルの水蒸気量が約2倍に増加していました。でその要因としては海面外蒸発が3分の1で、周囲から集めてきたのが3分の2でした。でその黒潮の要因についてはやはり高い海面水温で海面から蒸発量が増大したというのと、この分布の影響がその周囲からこれ集めてくるのが方が多かったんですけど、それを効率的に収集したというのを感度実験から説明しています。で、当日の様子も2年以上前だったので忘れられていると思うので、ちょっとだけ簡単に振り返ります。で上空はマイナス18度と非常に冷たい状況があって、南側は暖湿気界が入ってくる。でさらに日中の加熱によって25度ぐらい、地上気温が、上昇して、上下40度ぐらいの非常に不安定な大気状態になっていたということです。で特に重要なのは、前日は非常にその乾燥した状態で同じように温度差が40度ぐらいあったんですけど、この日はほとんど、積乱雲すら発生しなかった。それが当日はこのスポット上に筑波周辺にこう非常に暖湿な機械12グラムぐらいの水蒸気が入ってきて、それが、筑波竜巻をもたらした水蒸気を発スーパーセルを発生させたと。でこ の, 12グラムぐらい の, この水蒸気、500メーター高度の水蒸気量なんですけど、これが、どうして、蓄積されてきたのかというのを、見ていこうということで、後方追跡をすると。で気象庁のメソ解析を使って3時間前をずっとこう追っかけてくると、先ほど言ったように、四国の、西の方で、前日の18時ですね、で7グラムぐらいだったものが、ここに来るともう13グラムになったというようなところがあります。で着目してほしいのはここにメソのトラフがあるということですね。風向がちょっとわずかに変わってて、そこのところで非常に水蒸気が増えている。でここでやはりある程度の収束が起こってますから、この効果があってかなりこう水蒸気を、上空に輸送して、溜まってきたんだろうということが、想像できるわけです。で、それで、今見せたのはこれ 500m で、ちょうど東海沖に、来るまでだいたい 6g ということでだいたい倍増しているんですが、下層を見るとですね、この辺が 12g ぐらいが 14g ぐらいと 2g ぐらいの増加ということで、対して下層はそれほど増えてないんだけど、上層が大量に増えているということは、下層から上層へ何らかのシステムによって持ち上げられているというようなことになろうかと思います。
でこれが、海面水温分布でその時の、流れでちょうど黒潮が、流れている、特に海面水温が高い領域をここの、対象とする機械がこう、通過したということになろうかと思います。そこで、下層水蒸気の蓄積過程を、考えるわけですが、まずこの下層のこのボックスで考えます。で海面からの水蒸気、の蒸発量と、周りからの電池型、周りからの、水泳収束発散で、まあ、集めてくるだけじゃなくてこのボックスを考えますから、ボックスから上へ逃げていくものもありますから、その差を引くと。で大体この、下層の水蒸気量を考えますので、大体、上空936メーターというのは、これはモデル面の関係で936メーターなんですけど、大体1キロぐらいの、厚さの、水蒸気量を見ようと。でただこれだけ考えるとですね、この場所でのその、オイラーの変化だけを見ることになるので、実際に動きますから、ここに、次に示すその水平収束ですね、ラグラジアンとオイラーの差をこうまたさらに、足さないといけないということで、その水平流の分についても考慮すると。でこの水平発散と、収束する分とこう逃げていくもの、あとは水平威力の分足したものを運動学的変化として評価して、あともう一つの分については、先熱線海からの蒸発量、この2つの、収支を計算しました。で、その前に、どういうふうにその、下層1キロぐらいの水蒸気量が変化していたかというのを見ると、ちょうどこの四国沖から東海沖まで約、降水量にして3ミリの増加がありました。でちょうどこの線分のところをこう、追いかけるんですが、ちょうど黒潮がこの辺ですね、22度とかあって、この辺で非常にこう水蒸気量が、増えているというようなことが分かります。で、収支はこの対象領域について、取りました。で、感度実験をしています。で標準実験は、オリジナルのこの海面水温を与えるんですが、あの黒潮の、分布を残して海面水温だけを下げると、だから海面水温を低くしたらどうなるかというような影響で、この南北の温度、あの黒潮の温度経度をそのまま残すと。で、最高気温、最大の海面水温を20度にして、黒潮域の海面水温だけだか、を下げて、ツルツルにして、こうあのこの分布をなくしてやる、だから黒潮のこの分布がなくなったらどうなるかというような影響を、調べていました。で、収支の結果です。で、標準実験は先ほどお見せしたように、3ミリで、力学的変化が、周りから集めてくるやつですね、全体の3分の2ぐらい、残り3分の1が、海面からの蒸発でした。で、2つの感度実験ともに大体2ミリぐらいになりまして、あんまり変わらないんですね。で、当然ながら海面水温両方とも減らしてますから、まあ、減るのは当然なんですけど、中身が違いまして、運動学変化と、線熱スラックスの割合がかなり変わってきています。で、マイナス2キロ全体、2K っていう方を2度全体的に下げた方なんですが、かなりこう、線熱スラックスが減ってます。その一方運動学変化はあんま減ってないですね。で、この分布を、分布を平らにした方についてはこの運動学変化がだいぶ減って、これはあのそれほど減ってないというような状況になります。今こう言った通りですね。ということはですね、黒潮あの分布がですね、周囲から、効率よく水蒸気を集めてきていることを示唆していると思います。で最後まとめの、結果として、標準実験からこの、マックス二次動実験を引いたということで、差を取るとですね、まあ、当然ながら、暖かいということで、海面気圧が下がる、それによって、収束が起こると。で収束が起こると、そのプラグのところの上昇流はさらに強化されて上層へ、水蒸気を運びやすくなる。さらにこれ収束が強くなるとともに風も強くなりますから、さらにその線熱スラックスの増大にもつながって、さらにフィードバックがかかって、さらに水蒸気が溜めやすくなったというような形で、この分布があるということが非常にその、効率よく水蒸気を、蓄えるのに、効果があった。当然ながら海面水温が高いのも重要だというようなことが分かりました。以上です。はい、ありがとうございます。ご質問ご意見をお願いします。海面水温を竜巻に行くというのはなかなかこれまでなかった話だと思うんですけど、これだけ明瞭に出るというのは面白いと思うんですけど、いかがでしょうか。
今お話があった水温の分布っていうのは黒潮のところが水温がピークになってるってことが大事なのか、あるいは黒潮の北側で水温勾配が大きくなってるっていうことなのか、どちらが大事だと思います。やはり、そこで全体で気圧が下がって集めてくるので、やはりそのピークになっていることが重要かなと思う。まあ当然ながらそうなると北側が海面水温下がるので、その効果は当然ながら入るとは思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、もうちょっとあるかもしれないですけども、総合討論をこれからやりたいと思いますので、それも含めてお願いしたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、これから10分ほど使って総合討論をやりたいと思うんですけど、再三言いましたけど8件ありまして、どれとどれを結びつけるとどの辺の発展性があるかっていうのをですね、ちょっと考えたいなと思いまして、これからちょっと3分ぐらいですね、全員にご発言いただきたいので、ちょっと全員立っていただきますか。例によっていつものあれでございますか。ちょっと立ってもらっていいですか。はい、でちょっと3分でちょっと短いんですけど、全員立っていただいて、たまたま隣だとは思うんですけど、お隣の方とです、3人ぐらいでも結構ですけど、自分にとってはこの発表とこの発表でしたっていうのと、それがなぜかっていうことをぜひですね、ちょっと話していただいて、それを後でですね、全体討論ということで教えていただければと思います。じゃあ今から短いですけども3分間たまたまのせっかくのお隣だったということですね。お話しいただければと思います。はい。ぜひですね、コンビニの人はですね、後ろの方も、もしパートナーの方がいなければ、その人のところに行っていただいて、お話しください。そうですね、せっかくでも。はい、カズトのやつが一番気になったんだから、8件になることで、一番スケールが極端に小さいので、スケールにくいのかなと思って気圧止めてる。いただいてお座りください。ありがとうございます。はい、なかなか全部が全部拾えないと思うんですけども、せっかく、招待講演ということでですね、山下さんと松野さんに来ていただいてましたんで、松野さん山下さんの関連でどこと結びつけたらっていう話になった方いらっしゃったら、ちょっと手を挙げていただきます。あ、はい。あ、じゃあぜひどうぞ。はい。今話したんですけど、その藤井さんが、はい、気温が高いと、マイクどうぞ。気温が高いとそのピークの降水量が多いという話だったんですが、今年はその気温がそれほど低くない高くない西日本で集中的な豪雨があって、これは今話したんですが、その気温というよりもその南方からの暖湿流の流れ込みの量で聞くんで、単純ではないなという、なるほど、山下さんとお話しになられたんですか。私と同じ話したんです。山下さんも同じような視点だったということなんですか。そうですね、大きな環境場が今年はやっぱり台風が2つ通った後に南からずっと持続して、
まあ、水蒸気が供給されたという場があって、気温はそれほど極端に高くなくて、むしろ西日本は日照不足の状況になってたというところを考えると、ちょっと気温だけではなくて大きな場が効いてるんじゃないかという話をしました。はい、ありがとうございます。それではですね、他に、松野さん、山下さん以外のところでこれがっていうのがありましたらお願いします。例えばじゃあ増永さん の, 俗流の境界線の話ありましたけど、あの辺で話したという方いらっしゃいます？あ、どうぞ。はい、自身ずっと名簿記者をやってるんで、松永さんの話も大変興味深いんですが、やっぱり統計量で示されるとなかなか具体的なイメージが持ちにくいっていうのが、まあ、僕が今日やってることからスケールがかなり離れてるからっていう話があるんだけど、まあ、僕の事情なんですが、その中で山内さんが示された衛星で実際の雲がこんな風に見えるっていうのがあるんで、松永さんが調べられた例えば黒潮が安定期と不安定期でしたっけ、でその時に実際雲がどう見えてるのかなんか見れれば面白いかなと、まあ、ちょっと素人みたいな。なるほど、そういうふうに思います。具体的にイメージというと、何でしょう、平田さんでしたっけ、平田さんのやつは一つの具体的なイメージなのかなという気もしましたけど、じゃあ筑紫さんと話されたのは木村先生ですか？今日の話の中で、そのやっぱりその今の話じゃないですけど、非常に個別の一つのプロセスを見ているという研究と、それからそれを統計した、その統計 の, その大きさも随分違っていて、非常に大量の量の統計で見たのと、それほど、まあ、そこそこ、同じような情報を集めた、まあ、そういうところがそのあったというのが非常にその講演の個性を作っていたんじゃないかと思います。そういう意味でそのどのぐらいのサンプルを対象するかによってその見方がこう違ってくるというところを、少し勉強させていただきました。ありがとうございます。これだけバラバラなサンプルでも共通する部分があるあったような気がするのが僕は逆に面白かったなっていう気もします。そうですね、サンプル量に応じた着目点があった、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。他にございますか、ここが面白かったですっていう、この組み合わせがっていうのはありました、荒木さんですか？最後にします、はい、せっかくまあ、私は雲をやってて、まあ、理想っぽいこともしてるんですけど、最後の加藤さんの、話ですとか、まあ、その大気海洋相互作用で、まあ、メスの減少に与えている影響はかなり大きいと思うんですけれども、まだ加藤さんも仮想の水蒸気の蓄積今まさにやられているところですし、分かってないことが非常に多いなと思う一方で、もっと大きなスケールで、まあ、山下さんやったみたいに、まあ、雲の変化とかにも効いてきているので、なんかその辺をこう全部体系的に扱えたらいいなというふうに思うんですけど、まあ、今回 の, 話が、はい、してこのセッションがそのきっかけになるんじゃないかなと思いました。感想です。はい、はい、なんか綺麗にまとめていただいたのでありがとうございました。まあ、それぞれ、あると思うんですけども、まあ、正確なんで、まあ、スペシャルセッションということなんで、まあ、個別の発表っていうだけじゃなくて、まあ、結びつくところがたくさんあったと思うんですけども、まあ、その辺を、まあ、持ち帰ってまた発信いただけると、まあ、発展性があるんじゃないかなと思って、まあ、こんな総合討論をさせていただきました。ちょっと時間過ぎてしまいましたけども、スペシャルセッションありがとうございました。以上です。